こんにちは。ジャーマンアイツヘメロカリス通信販売花坂寺ネット店主の清水です。今日は2023年5月11日ですね。木曜日です。はい。ここ高崎ジャーマンアイリス園から今日もお送りします。はい、こちらの方はですね、ピュアイノセンスですね。純白の花になりますね。はい、ちょっとだけど、この花はですね、ちょっと紫がかって咲いているでしょうか。はい、こちらが本来のピュアイノセンスの色ですね。はい、もしかしたら、ちょっと交配して違う花が咲いたのかもしれません。こちらの方が純白ですね。はい、こちらはちょっと隣の紫が自然交配で混ざったものなのか、その辺は定かではありませんが、見かけはピュアイノセンスですね。やはりちょっと若干紫が入ってる感じですね。で、こちらが本来のピュアイノセンスで、全くの純白の花になりますね。はい、そんなことをしているうちにですね、また新しい黄色い花が咲きまして、こちらの方にも紫のちょっと鳥の羽のようなフラウンスがついている花が咲きました。はい、畑の方はですね、もう4日ぐらい前から雑草の方ですね、夏の枯れ草を取り除いたので、今年は本当に花が少ないですが、ところどころで、あれ、またこの花が咲いたというような感じで、後半になってからちょっと一つぐらい花の茎が上がってですね、新しい花が見れるような感じです。はい、で、今日はですね、またですね、通販の方の発送しているのでですね、またちょっと撮影したいと思います。はい、今日発送するのはですね、こちらですね。はい。これがですね、インディアンチーフ。ちょっと風が、だいたい午後になってくると群馬の方は風が吹いてきます。はい。昨日もですね、撮影しようと思ったのですが、夕方風が強すぎたので諦めました。はい。こちらですね、この小豆色、ピンクと小豆色のがインディアンチーフ。で、こちらが薄い黄色ですね。で、こちらが濃い紫ですね。で、こちら、ホワイトクラウド、白の純白の花ですね。色としてはさっきのピュアイノセンスと同じでですね、純白の感じです。で、こちらが肌色の、ヒゲが濃いオレンジのやつですね。あとはこちらは、このインディアンチーフによく似た配色の同時期に作られたと思う、上が薄紫で、下が紫の花ですね。で、この品種についてはですね、こんな感じでですね、商品番号、こういう混合品種の場合はですね、商品番号が頭が S になりますね。S の006ですね。昔、懐かしい系ミニミニジャーマンアイリス園セット D ということで、6品種、12株ですね。ちょっと見えにくいのですが、昔懐かしい系ミニミニジャーマンアイリス園セット D、6品種12株ですね。で、商品価格が5700円になっていますが、今回はちょっと母の日のプレゼントということでですね、母の日プレゼントということでちょっと、何パーセントか、まあ、4000円台に、割引してありますね。はい。はい、こんな感じで、セット品も、いろいろな品種が混ざった品、セット品ですね。主に強い品種ですね。昔の、強健な品種ですね。放っておいてもどんどん増えて、花もたくさん咲くような、そういう品種ですね。素朴な品種といいますか。このですね、YouTube もですね、
見られている方の層がですね、大体ほぼ65歳以上の方がこの YouTube を見てるということでですね、年配の方がほとんどが見てるということですね。やっぱりこういう昔懐かしい系ですね、こういう素朴なジャーマンアイリスが欲しいという方もおられると思いますので、このようなセット品も用意しています。で、こちらが掘り上げたものですね。はい、こちらインディアンチーフ、こちらの方はですね、1品種2株で6品種ということですね、12株ということなんですが、まあこの辺の品種は数がありますので、おまけを一つつけてるという感じですね。インディアンチーフもおまけ一つつけて、薄い黄色もちょっと二つ目がちょっと小さいということで、小さい株を二つつけてですね、四つですね。で、濃い紫もですね、一つ、はい、ちょっとつけてですね。で、ホワイトクラウドですね、白の純白バナの方もちょっとこれ、結構育ちが今年良くて、株も大きめですが、一つおまけにつけてということで、はい。で、上、薄紫、下紫の花ですね。こちらの方もですね、ちょっとおまけも一つつけてるという感じで、はい。そうなるとかなり数が、実際の商品よりも数が増えていますね。肌色ヒゲオレンジの方もですね、ちょっとこんな株をですね、おまけでつけたりしていますので、はい。だいぶ12株よりも、多くなっていますね。はい。こちらはですね、母の日にプレゼントしたいということでですね、九州の方のですね、娘さんがですね、注文してきましたね。はい。5月15日でしたっけ ?5 月14日か15日。ちょっと定かではないんですが、母の日なのでですね、もう近いということで、それよりも早く、到着するような感じで、前日かですね。それなので今日11日で発送する感じですね。はい。まあ九州ということで、暖かい地域の方に発送します。あともう一つですね、一件今日送るのがですね、こちらですね。こちらが純白花といった、先ほどのホワイトクラウドのような感じで、まあこちらもかなり白い、真っ白で、ヒゲも白ですね。で、若干フリルがあって、ホワイトクラウドよりは新しい花ですね。で、だけど大輪でなかなかいい花ですね。こちらの方も結構育ちが良くてですね。こんな感じでですね。元気な株っていうのはこういうちっちゃい株が横からボコボコ出てきますね。こんな感じで、これがですね、葉っぱがこう伸びてですね。こちら、4つですね、小株がついています。この小株がですね、来年このような親株になるんですね。だからここに小株が4つついてるということは、4つ5つですね。奥の方にもちょっと突起物が、こんな感じで、こっち3つですね。で、こっちが2つ。ということで、5つ小株がついてるんで、これ植えればですね、来年花が咲くで、咲く可能性のある親株が5つあるということになりますね。だからこういうのを買うと、現地とかでね、選んで買うとですね、まあもうちょっと葉っぱが育ってれば、葉っぱが出てれば、葉っぱの数分株があるという、小株があるということなので、そういう感じで選んでもらうといいですね。で、おまけにちょっと一つ、北海道の方からですね、こちらの方は北海道ですね、先ほどが九州。で、こちらが北海道に送るものなのですが、まあ一株ということですが、おまけでちょっと株が余剰がまだあったので、ちょっと一つつけるということで、まあこのぐらいでもですね、春から秋にかけて十分にこれぐらいの大きい株にですね、なる可能性はありますし、来年花を咲かせる場合もありますね。だからこれからうまく育てるかによって株の大きさとも変わってくるし、来年花が咲くかっていうのは、その、まあ、株の力にもよりますが、そんなところがあります。はい。こちらが北海道に送る感じですね。
で、こちらをですね、これから箱に詰めてですね、Uパックの方で送る感じです。はい。それではですね、ちょっと郵便局の方に行きますので、はい。これで中止しまして、また時間があったら撮影したいと思います。はい。どうもご視聴ありがとうございました。失礼します。